X86 は、インテル8086、およびその広報互換性を持つマイクロプロセッサの命令セットアーキテクチャの総称。16ビットの8086で登場し、32ビット拡張の8386,64ビット拡張の X64、後期にはさらに AMD などの互換プロセッサを含む、 なおインテルのイタニウムプロセッサで使われている IA-64 は X86 とは互換性のない新規設計の64ビットアーキテクチャであり X86 エミュレーションモードを備えてはいるが X64 によるロングモードでのネイティブ実行と比較すると低速である初期のプロセッサの型番が8 8 6 8186 8286、8386、8486と続いたため、総称して 80x86、さらに型番の下2桁が共通するところから、x86 や86系などと呼ばれるようになった。これらは、 初期の8086から8286までの16ビットのプロセッサの続称として始まって、主にユーザーや互換チップメーカーによって使用された。同時期に競合した MC68000 や、その後継品種がやはり型番から 68K と続称されたものの対象としても使われた。X86 は、 8386以後の3 2ビットのアーキテクチャ拡張を経て6 4ビットに拡張された X64 まで命令セットの上位互換性のあるアーキテクチャや製品のシリーズを後半に含んだ故障として使用されている。また、オリジナルのインペルの製品以外にも AMD やビアなどの互換プロセッサも含まれる。パーソナルコンピュータからスーパーコンピュータ。 サーバ、組み込みシステムまで広く使われていることから、従来、PC サーバや IA サーバと呼んでいたカテゴリーを、X86 サーバ、X86 システムと呼ぶベンダーが増えている。3 2ビットアーキテクチャに範囲を限れば、X86 と IA-32 は、ほぼ同義である。INTEL 8086、X86 の歴史は、 世界最初のマイクロプロセッサ4004から8ビットの8080 80を経て1978年に発売された16ビットマイクロプロセッサ8086から始まる。8086は8080 80とのバイナリ互換はなく大幅に拡張されたもののアセンブリ言語によるソースコードは大幅な書き換えなしで移植できるよう配慮されていた。 同時に X86 には、さらに過去からの影響が残った。セグメントと称された変則的なアドレッシングによって、プログラミング上は不便ではあるものの、一味ぶと、当時としては広大なメインメモリー空間をサポートし、それとは別に、I、愛、王空間も設けられた。1979年には、 外部データバスを8ビットとし、当時普及していた8ビット用の周辺 IC を使いやすくした8088を発表した。1982年、IBM から IBM PC が発売されたが、これに8088が採用されたことが、以後の X86 の運命を決定した。IBM PC の後継となった IBM PC-AT の互換機は、 後年には単に PC と呼ばれるようになり、X86 は PC のためのプロセッサと認知されているが、IBM PC の設計の時点では、1年間で開発を完了するために安定して入手可能で、周辺回路の既存品の使用が可能であることなどから選定されたに過ぎない。 8186と8286が1982年に発表された。8286は1984年から出荷され、プロテクトモードや24ビットのアドレス空間を持つなどしていたが、パーソナルコンピュータではもっぱら、リアルモードで、ほとんど単に高速な8086としてしか活用されなかった。 1985年には3 2ビットに拡張された8386が発表された。後に IA-32 と呼ばれることになるアーキテクチャの誕生である。3 2ビット化にあたって1 6ビット時代のマイクロコントローラ的な部分を見直しメインフレームと渡り合えるようなという意味でコンピュータとして再設計された。 8386は8086ほぼそのままのリアルモードと3 2ビットのプロテクトモードを持つ。さらにプロテクトモード中の仮想86モードにより従来の8086のプログラムを仮想化して実行できる。あとに IA-64 の登場に際し3 2ビット x 8 6アーキテクチャには IA-32 の名称が与えられた。なお、16ビットアーキテクチャに対しては現在でも公式の名称は与えられていない。8386を搭載した PC を最初にリリースしたのは本家 IBM ではなく互換機メーカーのコンパックであった。その後、486、ペンティアムと続き、64ビット化では右予右曲折を経て、 最終的に他社の制定した X64 アーキテクチャを採用し今日に至る。インテル自身は8386より古くから計画されたマイクロメインフレーム i f x 4 3に9 0年代にはディスクの i860 と i9602000 年代にはブレワを改良した EPIC アーキテクチャと称する IA-64 といった。 革新的アーキテクチャにより、X86 を置き換えようとしたが、ことごとく不成功に終わっている。結果として X86 は、後付けの拡張を続け、6 4ビット化では、互換 CPU メーカーの AMD が定義した、拡張を逆輸入までして、今日までインテルの主力アーキテクチャとして、延命している。X86 が採用されたマイクロプロセッサは、 多岐にわたり、世代も多く存在している。インテルは、普及を目的とし、自社のみで需要をまかないきれないリスク、IBM PC に i8088 を採用するにあたり、IBM が他社とセカンドソース契約を結ぶよう要求したなどの事情から、セカンドソースを推奨していたため、各社より、互換製品やクローン製品が発売された。一方で独自に、 互換機能を実装した NECV30 などの製品に対し著作権を侵害しているとして訴訟を起こしたこともあった。ソフトウェア的な環境は8386から介護完成を保ちながら拡張されてきた。これらはユーザーが使用可能な拡張については486以降の CPU ではセピード命令を発行することにより どの拡張が有効であるかを知ることができる。X86 デジタル大事リンアスキー .jp 32bit アプリを 64bitWindows 7で動かす和を64あなたの知らない Windows Intel Intel Corporation S マルチコアアーキテクチャーブリーフィング2008年4月16日閲覧ありがとうございます。